はい、田辺市本宮町静川、ソフトバンクモバイルの、基地局の下にいます。はい、この特徴的なシールでソフトバンクの基地局と識別できます。iPhone4S、 この通り、ソフトバンクの 3G が受信できていることが分かります。フィールドテストモードです。これで UARFCN の値が3038、プラチナバンド、900MHz 帯を受信していることが分かります。ところがソフトバンクの 3Gエリアでありながら、インターナビの、受信機は赤の点滅、圏外を示しています。受信できていません。はい、インターナビ再計算させてみます。これよりルート案内を開始します。まもなく左方向です。インターナビルートを取得できませんでしたと出ますので、通信ができてないことがわかります。